京都府下久手郡の外れ、大阪府との境に水を吐かせる大きな機械が据え付けられて、淀川へ向かって盛んに流し込まれています。これは万葉の歌にも小倉の入江と歌われて有名な小倉池を干し上げ、ここに新たに田畑約700丁分ができました。昭和8年に工事を起こしてから丸8年、11月9日、伊野農林大臣を迎えて待望の竣工式が営まれました。この新しい田んぼからは、肥料を与えなくとも単あたり3石2三との米が上がり、付近の改良田と合わせて約3万石以上の増産です。これと並んで手軽な食料として歓迎されているお芋も、ちょっとした工夫で単あたり普通ならば330貫というところを、この静岡県のある村では約3倍の1000貫も上げました。この方法を考え出した丸山さんにお話を伺うことにいたしましょう。一旦部に1000貫以上のさつまいもを取りますには、第一にかような苗を用いまして、長さが1尺2分内外で、目方が8問目から10問目くらいあるところの力の苗を用いたいのであります。そういたしまして、植える本数は一旦部1500株ぐらい植えるのでありますが、かようがないこの森胸の表面に指で溝をこじられまして、そして苗をば元の方を低くいたしまして、ここをちょっと押しまして、そしてかようにこの土を覆って約1寸ぐらいの深さにいたします。そういたしまして、この先の方を少し踏んでおくのであります。これで植え付けの仕事は終わるのであります。かように積みますというと、この間からも芽を出すようになりますので、これが4株も5株も植えたと同様の芋ができるのであります。